ボンジュール、ボンジュールだ。おい、高栄一、日本一決定戦、お疲れ様でした。お前、なんか緊張でガチガチだったんじゃねえか？うん。まあまあ、まあそれはしゃあない。それはいいんだよ。だがな、高栄一、お前、一つ忘れてねえか。会場で紹介された時に、高栄一、お前、ボンジュールって言ってくれって言ったじゃねえかよ。なんでやってくんねえんだよ。頼むよ。俺が少しでも広まるチャンスだったじゃねえかよ。頼むよ、高栄一、やってくれよ。俺それを楽しみに見てたんだよ。一応な、それとそのボンジュールっていうのをあのラットにもやってくれって頼んだんだよ、ラットインプスな。そしたらあいつ何やったと思う？へいよー、お前ふざけんなよー、剣つめし、こらお前まだ欲しがるか。もういいだろう、少しは俺にも分けろよ。なんなんだよもう、ちくしょ、ずりーよー、ずりーよということで、もしまた来月9月日本一決定戦、誰か強い方、会場に呼ばれた方、お願いだから、誰でもいい、お願いだから、ボンジュールってやってくれ、頼む、お願いします。あの安室さんとか、ということで、高栄一、お前の秘密ばらすかんな。いいか、いいか、よく聞け、みんな。あゆいことのリーダー、高栄一。あいつ、飯食うのがとても遅い。